五月一日、月曜日の山陽新聞ニュースです。和家町は一日、岡山を舞台にした人気漫画、推しが武道館行ってくれたら死ぬに登場する地元ゆかりのキャラクター、元井レナを和家町の公式インフルエンサーに任命しました。実写映画が公開される五月十二日に和家町ファンクラブの入会受付をはじめ、レナがファンクラブの SNS などで 街の情報を発信する予定です。地球温暖化の防止に向け、軽装勤務で夏場の電力消費を抑えるクールビズが1日、岡山県内の観光庁や企業で始まり、県庁では多くの職員が上着を脱いで出勤しました。県は10月末まで県民運動を展開し、協力を呼びかけており、期間中、職場や家庭で 冷房使用時の室温を28度程度に抑えてもらい、5月と10月は移行期間と位置づけて柔軟な対応を求めます。大手回転寿司チェーン、倉寿司は2日から岡山市の岡山理科大学が養殖したうなぎを使った寿司、岡山理大うなぎを全国の店舗で提供します。価格は1缶1皿500円で1万2000食。 限定です。岡山理科大学が独自開発した人工飼育水、公的環境水で育てたうなぎで天然物より油ののりが良いとされ外食チェーンで扱われるのは初めてということです。続いて天気予報です。5月2日は岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は9度。 最高気温は23度でしょう。岡山県北部の最低気温は6度、最高気温は23度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。